ハッピーバレンタインデー。ということで今日はチョコを買いに行ってきます。誰にあげるかまだ秘密。風が強い。おでこ広いのバレちゃう。どんなチョコを買おうかすごい悩んでる今。むしろチョコじゃない方がいいのかなとか、あんま大きくない方がいいのかなとか。うちチョコ大好きだからさ、 つまみ食いしたくなりそう。やべ、デパートについちゃった。買って。ということで、ちょっと食品売り場で。うちデパート大好き。高いの買わないけど、あんまり買わないけど。 え、ここ違う場所に着いちゃった。着いたよ。お菓子にいっぱい。うわ、チョコあった。一番自分がいいなって思ったチョコ買っちゃおう。 うわ、すごいすごい。え、もう人がすごいね。もううちが食べたいんだけど。チョコ大好き。友達たちにあげます。あの子にもこの子にもあげます。手が止まらない。あなたもなんか中国人の爆買いみたいな。2、3、4、5、6、7、8。 10個？10個で足りるかな。とりあえず一旦買えば10個。まだうち今日現金あんまり持ち合わせてなくて足りるかな。こちらはとってもお世話になった人へ。早速あゆちゃんにあげたよ。キュンです。